はい、えー、即塾の久保です。今回の特典動画なんですけども、今ご覧いただいているのが、私がね、えー、昨年、2020年の11月12月とやっていた、モッピーっていうポイントサイトなんですよ。その中での目玉企画で、合計で11万円分もらえちゃうというね、えー、モッピーを通じての英雄光、このインターネット回線の切り替えなんですけども、果たして11万円なんてのは本当にもらえるんでしょうか モッピーポイントと合わせて最大11万円相当って書いてますけども、こんなことってあり得るんでしょうか実際に私がね、やってみたところ、こういう風になっていたという恐ろしいことですから、これから英雄光を検討されている方は、私がこれから言うこともね、しっかりと考えながら、確認しながらやってみてください。もしくはね、やめてみてください。<laughs> えー、ということでございます。これはね、限定動画であるのは、あのー、モッピーとか英雄光のね、 この回線の工事を邪魔する意図ではないからなんですよ。これ一般公開しちゃうと営業妨害になっている可能性もあるんで、今回はシークレット動画でお届けしております。見れる方はラッキーですよ。じゃあ、スライドショーに切り替えてお話していきます。いきなりね、衝撃的なタイトルです。 えっと、モッピーで申し込む栄養光、実は簡単じゃないというね、そんなタイトルでございます。そして同時に、最大で11万円なんですけども、これを確実にゲットする方法も、この動画最後まで見ればわかりますんで、えー、本当にね、11万円全部欲しいよって方は、しっかり見てくださいね。実はね、11万円全部ゲットすることもできるんですよ。まあ、これから私が言うことを、 気をつけていけばの話です。で、そんなに無事、無理じゃないです。ただ私の情報を知らなければ、11万円ゲットは難しいです。足が出る場合もありますので気をつけてくださいね。じゃあ次行きましょうか。はい、最初ですね。最大金額11万円はほとんどの方が受け取れない。もちろん私の動画を見れば受け取れます。え二、ー、つここに青字で書いてますよね。特典報酬は期限付き自己申告制なんですよ。 通常こういうポイントってほっといたらね、入金されるはずなんですけども、違うんですよ。短い期限の中で自分でどこに申し込むかを調べて自分で申し込まないとくれないんですよ。だからほとんどの方は何ももらえないまま終わります。二つ目。実はね、この英雄光の撤去費用とか医薬金ってのがあるんですよ。あとね、多少ですけども経費がかかります。この辺も認識してないと11万円が全部利益になっちゃうんだと思いますけども、そうではありません。 きちんとね、払わないといけないものも入ってます。まあですんでね、11万円は確かにもらえるんですけども、多少ですよ。多少手出しがいります。まあでもね、5万も6万も手出しがいるって話ではありません。2万円前後だったかな。1万何千円かはかかると思います。ちょっと個人差がありますけどもね。次です。はい。えっ、ー、と、まずね、契約なんですけども、すっと考えると、モッピーを通じて、au と契約すればいいのかなと思っちゃうんですけどそうではありません。 三つの会社と今回契約することになります。ですんで、モッピーにはこの三つの会社からそれぞれインセンティブが入るというね、計算なんで、モッピーも儲かった分の一部をお返しするってことで、えっ、ー、と、五万ポイントを付けることができるんですよね。えー、ここまでで整理すると、モッピーから五万ポイントをもらいます。これはまあ、あの、契約すればもらえます。あと、残りの六万ポイントなんですけども、これはですね、この三つの会社がそれぞれ くれるってことになります。それをざっくりと覚えておいてください。じゃあ、どんな会社と契約するのかというと、まずね、フロント会社。私たちが AU と思っている会社は、実は AU ではなくて、うん、AU を取り扱っているフロント会社、25という会社になるそうです。はい。これが一つ目ですね。問い合わせ番号を置いておきますね。で、二つ目は、インターネットを契約する際には、うん、AU 光とだけではなくて、プロバイダーってものをね、抱き合わせで契約することになります。 プロバイダーはどこを選んでもいいんですけども、今回はビッグローブを選ぶことによって、特典の2万5千円がキャッシュバックされるんで、これはプロバイダーはビッグローブを選びましょう。というよりも、ほっといたら自動的にビッグローブになります。これはそのままでいいと思いますよ。で、3つ目は、au と契約するはずなんですけども、実はね、KDDI と契約することになります。で、扱ってる商品が au 光っていうものです。これはもう別におかしくないです。あの、ちょっと名称が違うんで、おやと思うぐらいなんでね、特に、 おかしくはないです。で、問題は、あの、申し込みをすると2週間ほどで、それぞれの会社から契約書が届くんですよ。細かい字でね、いっぱい書いてあるやつが。3冊、3部届きます。これをしっかり読み込まないと、キャッシュバックが受け取れないってことになりますけども、今回は私の動画でね、まとめてお話しますんで、その心配はありません。 次ですね。えー、モッピーから申し込んで2週間ぐらい経つと、光回線の工事をしてくださる工事関係者の方が、あの、SMS、あの電話番号メールですね。もしくは、直接の電話で、工事日の打ち合わせの、そういうふうな相談があります。これ覚えておいてくださいね。で、この電話の前に、ちょっと下に書いてますけども、モッピーで au 光を申し込んだら、その日のうち、もしくは翌日に申し込み確認の連絡があります。 これがね、2社からあるんですよ。モッピーがどことどこの会社にあの話してるのかちょっとね忘れましたけども、一つは先ほどの25って会社。もう一つは多分ね、モッピーの事務局かなんかじゃないかなと思うんですよ。二つの方向から本当に、えー、英雄光にしますかってことで、二重に確認が来ます。 で、下に書いてますけども、電話対応をそれぞれでやるんで、2回、ほぼ同じ説明を聞くことになります。えー、各10分から15分なんで、向こうが一方的に喋り始めますんで、あの、忙しい状況の時だったら、ちょっと後でかけてもらえませんかっていうふうに強引に大きな声で言い返して、その時はちょっとね、対応をお断りして、その後、何日の何時ぐらいからお話ししましょうってことで、あのあ、打ち合わせしてくださってね。忙しい時結構ありますからね。 そういう風にして、落ち着いて聞けるときに、10分ぐらい時間を確保して聞いてみてください。これもね、丁寧に説明してくれます。次。えー、まずね、ルーターの設置っていうところで、ちょっとお話しとかないといけないんですよね。 えー、プロバイダー訪問サービスってのがあるんですけども、これはね、ルーターの設置、Wi-Fi ルーターとかが、光ルーターとかが引けない方、難しいなーって方に対して、プロバイダー訪問サービス有料ってのがありますんで、これを利用することができます。えー、これはね、ビッグローブの契約書の中から連絡先を調べて、自分自身で申し込むってことになります。 重ねていますけども、自力でできる方は、あの、自力でやってください。無料で済みますんで。えー、自分でやるのが自信がない方が、この訪問サービスを受けられるといいと思います。価格はちょっとわかりません。申し込んだ時に価格の提示があると思います。で、ルーターってのが必要じゃないですか。 私の場合はソフトバンクからのレンタルルーターを使ってるんで、今回の契約を解除するときにソフトバンクにお返ししないといけないんですよね。で、そうなったらどうするかっていうと、家電量販店でルーターをこの際買ってしまうか、それとも au 光からレンタルが出てますんで、こちらを毎月500円で買うこともできます。毎月500円だと、年間で6000でしょ結構な金額になるんで、買った方がいいかなと思いますね。次です。まだ半分ぐらいかな。 あ、あとね、3枚ぐらいです、スライドシート。ちょっともうちょっと頑張って聞いてください。大事なところになってきます。えっとね、モッピーから5万ポイントもらえますけども、あの、インターネットの契約すると、そちらの3つの会社から合計で6万ポイントもらえるんですよね。6万円です。でもこれは申し込まないとくれないんで、ほぼほとんどの方は忘れます。これが問題なんですよ。じゃあ申し込み方言いますよ。これを覚えとけばもう大丈夫です。まずは、えー、ビッグローブです。 プロバイダーの特典として2万5000ポイントがもらえるってことはちょっとお話ししたんですけども、au 光の設置日がありますよね。要するに工事。インターネットが開通しましたっていう日から3ヶ月間は請求できないんですよ。3ヶ月後に請求可能になります。で、請求可能な月になったら、例えばね、今が2月ですから2月に工事が終わったら5月に申し込みができるんですよ。ね、その間に忘れちゃうでしょ。こんな2万5000のこと。うん。だからこれが問題だっていうんですよ。 わざとこうしてるんですよね。3ヶ月後に請求可能になりますので、3ヶ月後に、えー、このビッグローブのー、なんですかね、契約書かなんかの中に、インターネットの、あの、マイページっていうのがありますから、そこの URL から申し込んでください。<laughs> で、ややこしいでしょ だって契約書なんて読まないじゃないですか。契約書が届いても別にインターネット使えたらそのまま使っちゃいますよね。契約書を読まずに。その契約書のどっかにね、これが書いてあるんですよ。まだ私契約書を手にしてないんで、あの、どこに書いてあるって言えませんけども、これはね、見ればすぐわかると思います。もしくはわからなかったらご連絡ください。えー、自分で申し込んで2万5千くださいっていうふうに申し込まなければくれません。ほとんどの方はこれ忘れちゃうんで、もらえないってことになります。 それを折り込み済みでこんなサービス特典にしてるんですよ。ほとんどの方は申し込まないだろうって形でね。釣りで6万ってやってるんですよ。次もう一つですけども、フロント会社の25って会社がありますよね。そっちの方にも別で申し込まないと3万5千円もらえないんですよ。これを足して6万ポイントですから、多分ね、忘れますこれも。au の設置日から、なんとね、10ヶ月後に請求可能ですよ。うん、10ヶ月後なんで、今2月ですから、 こ、今年の12月にやっと請求が可能になるんですよ。こんなの忘れてますよね。うん。で、入金は来年の1月です。ね、忘れてますよね、こんなのね。<laughs> au の光、設置日から10ヶ月後に請求可能になるわけですよ。その間は請求できないんですよ。で、設置日から12ヶ月後に入金なんで、1年後に入金されますんで、この au 光ってのはね、なんだかんだで1年間かかって、やっと、報酬が、 付与されるって形になります。合計11万円。えー、ここまでね、理解できてれば、確実に11万円はゲットすることができますけども、この私の説明がなかったら多分受け取ることはほぼ不可能ですね。次、医薬金ってのがありますよね。医薬金ビッグローブの2万5千円の特典ってのは、請求しなければ執行するよってのはさっきお話し,しました。さらにね、プロバイダー契約、ビッグローブの契約ってのは2年ごとに自動更新されます。だから、契約して、 二年目の一番最後、十二ヶ月目には、解約可能になるんですよね。で、このタイミングで解約すればいいんですけども、それ以外、その月以外の解約には、なんとね、一万七千円の違約金が発生するんで、多分、ほとんどの方が一万七千円を払うことになると思います。タイミング、そんなぴったり合わないですからね、ほとんどの方はね。まあ、だから気をつけてください。一万七千円はほぼ取られると思って、解約月はきちんとね、えー、開通月から、 24ヶ月後っていうふうにカレンダーに書いとかないと忘れちゃいますよ。次。撤去費用。これはね、絶対かかるんですよ。ね。au 光の解約時。まあ、解約しなければかかんないんですけども、解約時には au 光を撤去する費用が28,800円必ず制求されます。これは確保しておきましょう。ということなんで、11万円もらえるんですけども、28,800円は結局払わないといけないんで、 差し引きだから8万円ぐらいの手、手残りってことですよね。うん。まあ、ということになります。だから、11万円最大なんだけども、実はね、8万円って覚えておいてください。そしてほとんどの方は、6万円を請求することができずに忘れちゃいますんで、さっきお話したように。だからね、結局ね、モッピーからのポイント5万ポイントだけなんですよ。もらえても。で、撤去時にはこの3万円かかっちゃうんで、結局ね、乗り換えても2万円ぐらいしかうまみがないってことが、これでわかると思います。ね。 ひどいでしょう。<laughs> だからね、ズルなんですよ。こんな、あの、11万円だっていうのはね、ズル。本当にズルです、これは。ただ、今回の私の動画を見ていただいた方は、悠々と11万円受け取れますんで、ご安心ください。じゃあもう一点ね、注意点を申し上げておきます。これはまあ、まっとうな利用料なんですけども、au 光の契約ってのは、60ヶ月の、まあ、要するに5年ですね、5年単位の契約になるんですよ。 で、その5年に対して、英雄光の契約料金のうち、なんとかっていうのがね、37,500円かかるらしいんですけども、これを分割払いしてくださいねってことになってるんですよね。で、分割払いなんだけども、えっ、ー、と、37,500円の60回払いの分割は、毎月毎月その分だけ、えー、なんサービスポイントを出すんで、結局ね、実質 0, な0円なんですよ。5年間使えばね。でも5年間を経ずに解約すると、 残金は実費で請求されますんで、ええー、これね、ええー、よく計算しておいてくださいね。37,500円の60回分割なんで、これいくらになるのかなちょっと計算して,てくださいね。電卓ないんで私、目の周りに。<laughs> ええ、まあ、それでね、よく覚えておいてください。残債がちょっとだけあるよってことです。だから5年で37,500円なんで、うーん、まあ、どのくらいですかね。7,000ぐらい 7000円ぐらいが毎月、毎年かかるってことなんで、2年間使って解約すると2万円ぐらいは払うことになるのかなと思います。これはもうしょうがないですね。5年間は使うつもりでやってください。はい。それでね、あのー、この英雄光なんですけども、ややこしいことに3年ごとの自動更新なんですよ。 うん、これがちょっと意味がわかんないんで、よく契約書を読まないといけないと思いますけども、この3年ごとの自動更新のタイミング以外で解約すると、今度1万5000円の違約金かかっちゃうんですよ。うん、まあですんで、ここもね、あの説明書をよく読んで、えー、いつ、退大会すればいいのかなってことは、いつ光を解約すればいいのかなってことを決めておいたらいいと思います。ちなみに私の場合は、11万ポイント全部をもらった上で、1年後に解約しようと思うんですよ。違約金とかも覚悟です。 で、だいたい5万円とか6万円ぐらいの手残りにしようかなと思ってます。うん。いいでしょこれ。普通の人はね、だから2万円ぐらいしか、なんかね、手残りがない上に、解約した時に必ず違約金で結局ね、マイナスになっちゃうんですよ。今回の私のスライドショーを見た方は、英雄光、この手順で契約ちゃんとすればですね、11万円全部もらえて、1年後に解約すれば、5、6万の手残りになりますんで、最もいい選択になります。気持ちよく大会できます。9。 えー、ビッグローブのオプションです。これも気をつけてください。罠です。あのね、今回の光を契約するとビッグローブがセットで付いてくるって言ったじゃないですか。ビッグローブもね、プロバイトとして契約が抱き合わせになってますから。ただこのビッグローブもね、2万5000円をただでくれるわけではないんですよ。このね、6個もの有料サービスを最初強制的に付け加えてきます。えー、6個のうち3つは2ヶ月間無料。そして3つは契約月は無料なんで、 翌月にはお金かかってきちゃいます。ですので、これをね、えー、契約月に必ず3つは解約して、翌月に残りの3つも必ず契約を解除しないと、それぞれ解除しないと、6個全部をね、解除しないと、この請求毎月続きますからね。ひどい話でしょこれもどっかにメモしておいて忘れないようにしてください。で、光が開通したら、1週間後くらいに、えー、右側の3つのね、契約月は無料ってやつを解約する。うん バックアップサービスとか、エンジョイプラスとか、暮らしと安心とかね、これいらないですから、こんなの。んで、翌月には、え、左側の3つ、トータルネットセキュリティとか、お得性サポートとかね、それからネットなんとかってやつ、なんとかっていうのちょっと忘れたんですよ。ネットなんとかかんとかっていうふうに言われてましたから、あの電話口の方が。これをね、それぞれ1ヶ月目、2ヶ月目に解約するってことです。よろしいですかね。じゃあまとめますよ。まとめです。忘れたら保存しますよ。まず契約についてですけども、 その月のうちに先ほどお話したオプションの解約手続きをしてください。3つね。3つ解約してください。で、翌月にはオプションの解約手続きを残りの3つしてください。これで毎月毎月の有料の余計なオプションの引き落としはなくなります。ね。で、3ヶ月目にもやることがありますよ。それは特典の請求です。ね。特典の請求2万五千円。これを請求しないともらえません。で、しばらくやることがなくて半年間放置しといて、10ヶ月目にはもう1個の特典の請求、3万五千円の請求をしてください。よろしいですかね。 そして、さらに3ヶ月経つと、13ヶ月目には、すべての特典が入金されて完了になります。13ヶ月もかかっちゃうんですよ。ね、で、毎月のネットの利用料金は、5600円かかります。これはもう、au 光を契約すると、5600円必ずかかるってことなんで、これはしょうがないですよね。で、5600円で、1年間かけると、だいたい6万円ぐらいでしょ六、うん、6万円ぐらいは、あの、インターネット光を使うときにはしょうがないんでかかりますからね。これはもう、 お金かけましょう。で、私は1年で解約します。<laughs> 1年で解約するんで、ネットの料金6万円でしょ結局、無料で1年間ネットを使うっていうふうなオチになるんですよ。だからね、インターネットっていうのは絶対使いますんで、もう払うのはしょうがないんですけども、あの、実質的に、あの、AU フィにすると、インターネット料金が1年無料で使えて、経費はゼロみたいな感じで、えー、プラスマイナスゼロっていうのがね、ベストな、ああ、抜け方になります。えー、そして、 えー、一年後には別の乗り換えサービスを、おー、また待ちましょう。まあもう一回ヤフーに帰っていけばいいのかなと私は思いますけどもね。えー、ということでございます。えー、15分ご覧いただきましてありがとうございました。